ダリエル・アルバレス・カメホは、キューバ共和国、カマグエ州カマグエ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、福岡ソフトバンクホークス所属。キューバの国内リーグである、セリエナシオナルでベースボールのガナデロスでカマグエでプレーしていた。2012年にメキシコへ亡命した。2013年7月24日にボルチモア・オリオールズと契約。この年は、参加のルーキー級、 ガルフコーストリーグオリオ,オールズ A 級フレデリック・キーズ AA 級ボーイベーソックスでプレーし3球団合計で22試合に出場して打率342、4本塁打、10打点1盗塁の成績を残したオフにはアリゾナフォールリーグに参加しサプライズサグアロスに所属した2014年は a 級ボーイとトリプル a 級のウォークタイズでプレーし、2球団合計で135試合に出場して打率。306、15本類打、87打点、8盗塁の成績を残した。2015年8月28日にメジャー契約を結んで25人枠入りし、同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビュー。この年は12試合に出場し、打率。 241ながらメジャー初本塁打を記録した。マイナーでは A 級フレデリックと AA 級ノーフォークで計135試合に出場し、打率277、16本塁打、73打点、8盗塁だった。2016年は2試合の出場に止まった。AA 級ノーフォークでは130試合に出場し、本塁打は4本まで激減したが、 打率は288となりル塁打も38本記録した2017年に投手に転向するもトミー・ジョン手術を受けた4月6日に自由契約となり11日にマイナー契約で再契約した2018年オフにオリオールズを自由契約となる2019年1月14日にメキシカンリーグのティフ・アナブルズと契約6月4日にトレードで サルティオ・サラペメーカーズ2移籍。2020年12月19日、ベースボールチャレンジリーグの茨城アストルプラネッツが入団を発表した。外野手としての獲得ながら、試合終盤に投手として出場する、二刀流構想があった。茨城での給与は、メキシコ時代のおよそ1、ことも報じられている。チームへの合流は開幕後の2021年5月3日となった。 6月1日の対神奈川フューチャードリームス戦で審判への侮辱行為により退場処分となり、翌日に2試合の出場停止処分が下された。7月11日、福岡ソフトバンクホークスが契約の見込みという報道が複数なされた。2021年7月21日に正式にソフトバンクに入団。8月13日に一軍登録され、 スタメン出場した8月29日の対オリックスバファローズ戦の5回に NPB 初本塁打を記録した。この試合では茨城で同僚だったオリックスのセサルバルガスが NPB 初勝利を挙げている。ありがとうございます。